理想の未来を見せるのが大事と。はい、あ、フワットですね。はい、もうベネフィットですよ。何が得られるのかですよ。はい、はい、我々の動画を見て何が得られますかね。楽しいんじゃないですか。役に立つがいければいいんですけど。そう、はい、役に立つがいけるといいなと思ってます、はい、この動画を見て役に立つのかな。でそこで行くんだったら役に立つっていうのを作らなきゃいけないわけですよね。もっと知識を深めるとか。でももうこんなマーケティングの話なんてみんなしてますよ、はい、っていうと村川さんがしてますからね、はい、YouTube で、はいはい、まあ、みんな知ってる、知らない人もいるわけですよ。でみんなが、でもみんながやってるのは、はい、やっぱりビジネスの話なんですよね、はいはい、なんでこれを宇宙幸せになろうよで使えないかなっていう、まあ、でどうやって、でそこの宇宙も、はい、多分もっと先だと思うんですよね。ターゲット決めて全部ベネフィットとか決めた後に、じゃあその人たちに刺さるコピーは何かですよね。先に作っちゃったね。あ、ただこのチャンネルでしようとしているのは、はい、チャンネルの始まりが、はい、幸せを哲学しよう、はいはい、なのでそのもともと狙っていたのは僕みたいなメンヘラなんですね、はい、ただ今来てる人は、はい、僕みたいなメンヘラじゃないとは思ってるんですよ、はい、を見に来てる。僕みたいなメンヘラを見に来てるんですかね。まあ共感してる人もいっぱいいるんで、どっちもいるとは思うんですよね。だとすると、はい、分かった。このチャンネルはやっぱり体調なんですよ。僕が体調にこうやってこぼす、はい、僕みたいな悩みを持つ人は、はい、これは多いと思ってるんですね、はい、心屋仁之助の、セミナーに行くとか、はいはい、鴨頭さんの動画とか、はい、マーフィーの法則の動画とか、はいはい、斎藤ひとりさんの動画とかね、はい、ああいうのに助けてもらった人はうん万といるんですよ、はい、5万といる、まあ、そこがビジネスになってるわけですからね、うん、はい、っていう僕をお客さんと思ってます、はい、はいはい、が今来てる人はちょっと違いますね、はい。あと本来的にはマーケティング的には、はい、ある人が言っていたのは実際に使ってる人に話を聞くといいよとは言ってるんですね。使ってる人というと、見てくださって、このチャンネルで言うと見てくださってる人、はいはいはい、でその人一人に向かって、はいはいはい、その人が面白いと思うことをやれみたいな、はい、ペルソナですね。そう、ペルソナを設定しろと、はい、はい、いうのを話していて、はい、そうするとまあまあマニアックなそうですよね。まあまあマニアックなそうですよ。だからそこを狙っていくのか、はい、マーケットを変えていくのか、広げていくのか、変えないといけない、はい、どこの層になわけじゃないですか、まあ、婚活にしても。婚活は今掘ってるところなので、はい、ちょっとまだ見えてこないんですけど、はいはい、っていうのがマーケティングなんですよね、はい、はい、でいろんな方向に行くと薄れていくよって話ですよね。だからまあ幸せを哲学するに戻る原点回帰。はい、はい、でまあそうすればいろいろ使える気はするじゃないですか。そっちに結びつける、まあ、そこはぶれてないつもりではいるんですけど、はいはい、でそこにマーケティングの知識は役立つよねって、はい、はい、あ、でそれがあったけど、はい、まあ、エニアグラムとか MBTI とかにずれた感じはしますよねっていう。あ、はい、でもあれも幸せになるためので、多分そこをもっと強調しておく必要があったのかな、ブランディング的に。でこのチャンネルは MBTI のチャンネルですってなると多分ちょっと違ってくるわけじゃないですか、うん、エニアグラムのチャンネルですとか言ってると多分ちょっと違ってくるので。そうですね、はい、幸せを哲学するチャンネルで、はい、役に立つ知識として、はい、あれを紹介してただけです、はい、そういうスタンスで、はい、多分いろいろネタを広げるみたいな。あ、M8は何に癒されてるかですよね。はい、そこなんですよ。皆さん何に癒されてるかなんですよ。まあ見てる人が多分いろいろいるとは思うんで、はい、さくらさんならさくらさんが、さくらさんをターゲットペルソナに置いてみたいな話ですよね。そう、あやさんならあやさんだし、はい、時々さんなら時々さんだし、はい、ケゴリンさんならケゴリンさんだし、はい、でそこに絞れば1万人のさくらさんが来るかもしれないわけですよね。
はい、そういう話ですよね。そういう話です、はい、そういう話です。で、僕はどっちかというとこの僕だと思ってたんですよ、ターゲットは、はいはい、僕じゃないって話だな。まあ、僕だとすると、はい、まあ、ずれてるかもしれないですよね。そうですね。で、そこに持っていくんだったら自分に響くのは何かですよね。僕はこんな悩んでる姿なんて見たくないんですよ人が悩んでるとこなんて、はい、悩みを解消してくれる人を探してるわけですよね。そう気持ちを軽くしてくれる。そう、あ、だと体調もっと喋らないとダメですよ。はいはい、はい、二等兵さんが挙げる方々を見てない。ああ、そうなんだ。シークレットとか。シークレット見ましたよ。一回だけですよね。一回だけ。僕もう何十回と見ましたよ。はい。はい、ああ、こういうのねって終わりました。見ろ見ろ、もっと寝る前に聞け。すいません。大体同じこと言ってるわけじゃないですか。同じこと言ってだからちょっと見て、ああ、そういうことが繰り返すんだなっていう。はい、いいことを考えながら行動しろっていうだけです。はい。はい、それの言い回しがいろいろ変わってる。はい。それです。はい。幸せに、じゃあ幸せになるができてないのかな。幸せになるには立派なベネフィットだとは思うんですけど。そうですよね。幸せになるには何が必要かですよね。うん。を一緒に考えようと思ってるんですけどね。はい。で、一緒に考えて、はい、出なければ、はい、ベネフィットを与えられてないわけですよね。でも結局仏教の最終的に何を言ってるかって、はい、分かんないよって話じゃないですか。で答えなんてないよが正解じゃないですか。答えなんてないというか全部答えなわけじゃないですか。あ、それも答え、はいはい、だからまあ幸せだと思えば幸せみたいな、結局そこに、はい、これが真理なんですよ、はい、でもですよ、そう、その間を埋めたいんですよ、はい、人はどんな論理的に見えない人でも、はい、その人はその人なりに論理で埋めてるんですよ、はいはい、でもそう言っても気持ちは楽にならないって話じゃないですか。はい、うん、っていう僕の葛藤を見て僕がそうなんだねって思うわけないですもん。はい、じゃあちょっと考え直します。すいません。 あやさんは MBTI ともエニアとも距離を置いて批判的に考察できるチャンネルであってほしいと。はい、あ、そうね、それは僕も大事だと思ってます。はい、僕 MBTI に入った時は MBTI の言うことを聞けってやってますけど、はい、そういうこの本の紹介する時は本が神様なんだ、はい、ただまあ体調は違うので、はいはい、まあ、考え方とかまあなんかいろいろあるわけじゃないですか。ある。はい、なんで会う人もいれば会わない人もいる、はい、ぐらいの感じです、はい、ただまあそう、さっきまあ、仏教的にもいろいろ答えは出てますが、はい、全部答えだし、はい、答えなんてないんですよ、はい、まあ、それぞれ持ってる、はい、まあ、違うって話ですよね。真実が一つじゃないみたいな話ですよね、はいはい、この人にとってはこれが正解だし、うん、この人にとってはこれが正解だしみたいな、はい、でもまあ今やろうとしてるのは、はい、その真実がない中でもなすびって決めると、はい、で自分の中の真実を探そうみたいな話ですよね。探そうなのか、はい、それでいいにするのか、はい、なのかなって思ってます今、はいはい、でそうすると毎日行動療法的な感じになりますよね。マーケティングじゃなくて、マーケティングっていうか、まあ、その例えばこう自分はナスビだけど、ナスビだけどっていうか人参をやろうとしてる、うん、みたいなのって考え方一つじゃないですか。はい、認知行動療法だったらナスビを人参に近づけることができそうな気がしますよね考え方を変えていく。ちょっと認知行動療法でいい本があったら教えてください。はい、エクレアさん、路頭に迷ってる人間が言うべきではないかもしれませんが、西へ向かえば答えになってないのかなと。はい、まあ西がどっちかはありますよね。この西へ向かえというのは里舞さん、あっという間に人間は死ぬからっていう本の中で紹介されていた言葉なんですけど、はい、目的ですよね。それです。はい、まあ、里前さんが言うところの目的っていうのは価値観に沿った進むべき道みたいな、はい、でみんなこうなんか年収いくらとか、どこどこの会社に入社するとか、はい、どっかの学校に合格するとか、はい、
っていう目標を立てがちだけどみたいな、はい、それは目的じゃなくて目標だよっていう。で目標は目的に到達するための通過点にしか過ぎないよみたいな、同じこと言ってるよなと僕は思ってるんですね。はい、はいはい、